最近仕事が忙しくて YouTube サボりがちですいません。あなたの中で最もイケてるラッパーって誰ですか？本日は最もイケてるラッパーの逆、最もイケてないラッパーランキングベスト20を紹介したいと思います。ちなみに海外のランキングサイトで発見したので僕の独断で決めているわけではないので、もしあなたの好きなラッパーがランクインしていても僕のせいではありませんからね。はい、皆さんこんにちは。企業家ラッパーイージアイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接する話をしていきたいと思うんですけど、本日はですねビジネスの話とか、まあ、企業とかね、脱サラとかそういったお話はなしです。今日はですね最もイケてないラッパーベスト20を紹介していきたいと思います。ということで本編こちらになります。どうぞ。本日は最もイケてるラッパーの逆、最もイケてないラッパーベスト20を紹介したいと思います。それでこのイケてないラッパーたち、一応 YouTube などでリサーチしていたのですが、従業員さんの感想がいちいち面白かったので本日は従業員さんにちょいちょい感想を言っていただいております。いやー、従業員さん一生懸命仕事してるのに社長の僕が邪魔するとか最高の会社ですね。それではいきたいと思います。まずは20位、ジェイク・ポール、俳優兼 YouTube のパーソナリティ。超甘く評価しても決してかっこいいとは言えない MV でした。従業員さん曰く地方の大学生感と言っておりました。19位、ローガン・ポール、彼はボクサーとしても活躍しています。ラップは結構ちるくて僕は嫌いじゃないのですが、数年前の MV は結構こうひどいものでした。18位、ナンプ、フィリピン系のアメリカ人、ナンプトランプとして知られているそうです。いや全く知らんな。充実。17位、スリーパック、まあもうダメだとは思いましたけど本当にダメでした。もう何がダメってもう何もかも全部ダメでした。本当ひどいです。16位、リルマーズというラッパーがいるらしいのですが、リルマーズという売れてないラッパーがたくさんいすぎて特定ができませんでした。すいません。15位、シュプリームパティ、なんですかね、やっぱり言ったら悪い気がするけどバンダナ良くないんじゃないですかね。従業員さん的にはほんの一瞬かっこよく見える瞬間があったそうです。14位、ライスガム、中国とベトナム系のアメリカ人YouTuber、 従業員さんはまずそうの一言で片付けました。13位、キームスター、どうも K-POP が嫌いみたいですね。まあ彼自身も嫌われちゃってますよね。12位、 iPad、 この MV 結構やばいです。 iPad くん自身のラップも結構やばい感じだけど、途中で歌う多分兄弟なんですよね、2人の女の子の音程とか、まあ、リズムがさらにカオスを生む一曲になっています。従業員さんは温かく見守ってあげましょうよと言っておりました。11位、セノカー、なんだろう、悪くはないんだけど、リリックの翻訳見たんですけどメッセージ性に欠けるっぽいですね。あとフォロワーマジ少ねえ。10位、ランゼ、これみんなにマジで聞いてもらいたいです。基本的に全力すぎて常に息切れしています。従業員さんは一言、全力疾走、僕的にはわー本当心配になるレベルでうるさいですね。ただただ。9位、タナーフォックス、プロのバイクスタントマンでかつ YouTuber、 やっぱりラップやってみた的なのはダメなんでしょうかね。油圧式ホッピングとかで体張ってる方が人気が出るんでしょう。これ痛そうでした。8位、シドニーマギー、あらフィメールラッパーだと思ったのですが、やはり彼女もアメリカの YouTuber、 ヒップホップ好きな人から言わせればやっぱりヘイターになるのでしょう。7位はなんとリルザン、ビルボードホット100で65位にランクしたこともあり、知っている人もまあ多いのではないでしょうか。従業員さんは可愛いのにということで完全に顔で判断していました。6位、クリータス、こちらもランキングからデータが消えていたのですが、調べてみるとこちらかこちら、どの道多分やべえやつです。5位、スモークハイジャビかヒジャビかどっちか、ちょっとどっちかわからないのですが、 YouTube で調べてみたのですが、あれ11位にランクインしてたセノカーの MV がヒットするんですよ。彼女でした。ということでセノカーの曲のほとんどにコラボしていましたね。カップル揃ってランクイン、ちょっと気の毒な感じがしますよね。4位、テッサブルックス、または女性の方でなんかなって思っていたのですが、やっぱりあの女ダンサー YouTuber として知られていたそうです。そんで一応 YouTube でラップ聞いてみようと検索したら、あら今度は20位のジェイク・ポールの動画が、おやーこれはと思ったのですが、いました、彼女です。まあこの MV は確かにちょっとあれですが、ヒップホップにそこまで興味のない従業員さんですらちゃんとダサいですねと言っておりました。残念。そして第3位、ニック・クロプトン、これまたジェイク・ポールの MV に出てました。どうもこの MV、 成功を収めた YouTuber たちが一つの家でみんなで住むというチーム10というプロジェクトから生まれたらしいです。とはいえすげえアンチの数ですよね。3人がランクインしてますからね。ニック・クロプトンを見た従業員さんは、あ、フェイクって言ってました。的確。その後、ラッパーは全員ゲトーやサグ歌えってわけじゃないけど、リアルじゃないとですよね、と言っておりました。的確。そんなこんなで、第2位、キッズボップ。ヒットソングを子供向けにカバーする、なんていうか、天才テレビくんみたいな世界観の音楽で、子供たちが子供たちのために歌う、というのがコンセプトになっているっぽいのですが、ドレイクやカニエ、テカ
嵐のグーバまでカバーしていましたね。まあ僕は嫌いじゃないんですけど、ヒットソングを子供向けにカバーするという稼ぎ方自体が大人たちは嫌いなのではないでしょうか。ということで本日ラスト、堂々のイケてないラッパー第1位はアンクル・アダムズ。彼はイギリスのラッパーだそうで、キャリアもそれなりにあるのですが、彼が最もイケてないラッパー1位に輝いた理由は、どうも自身を売り込んだ手段が相当姑息だったそうで、そういう一連の出来事が彼が最もイケてないラッパーというのが世間に知れ渡ったそうです。ラップが下手とかならわかるけど、人間的に全否定されるとか結構痛々しいですよね。まあ本日は最もイケてないラッパーベスト20を紹介しましたが、まあそれでも好きな人にとっては関係ないですからね。自分が好きならそれでいいってな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、最もイケてるラッパーではなく最もイケてないラッパーベスト20というものを紹介させていただきました。どうでしたでしょうか。なんか見ていると、なんていうんだろう、 YouTuber の方とかっていうのがラッパーになるっていうのね、あんまり周りからはね良くないんだろうなみたいな感じの評価だなとは思ったんですけど、思いっきりめちゃめちゃ YouTuber っていうのがラッパーですみたいな感じ で曲とか出すと、今回みたいな感じでね、かっこ悪いラッパーとして選ばれてしまうのではないでしょうかみたいな感じで、本日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画面白かったよって思ってくれた人はぜひグッドマークの方よろしくお願いします。今日はねビジネスのお話はなかったんですけど、普段はですね、まあビジネスとか心理学とかマーケティングとかそういった感じで、まあね、楽しみながら学べるヒップホップの情報を発信しておりますので、今後も見てくれるよって人がいてくれたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際、こっちかこっちにあるね、ベルマークの方も一緒にチェックしていただければありがたいです。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業プラッパー EJ 愛ことエジでした。またよろしくお願いします。はい、みたいな感じでね、やっぱりね、僕もですね、姑息な作戦でですね、徐々にこのブージーを流行らせてって、最終的にこいつをマスコットキャラクターにして商品にしてね、それを言う。いや、俺が異色のヒップホップ系ビジネス YouTuber EJ 愛ことエジ AKA 釈迦、ビッチもヘイツもゲットもリッチになる語り、みんなの物語にかける拍車だ、湯の瀬波。 Yeah。